今回は新型コロナウイルスにより影響を受けた市内事業所に対する尾道市の支援策について尾道市商工課の安松誠さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。現在も感染拡大防止に向け気を抜くことのできない新型コロナウイルスですが、この4月5月には広島県も緊急事態宣言の対象地域となり、多くの事業所ではリモートワークなど働き方を考慮したり休業を余儀なくされたりなど多くの影響を受けています。今回は尾道市独自の3つの支援策について伺っていきますが、まず売上が減少した事業者の方を対象にした支援金、事業継続特別支援金について教えてください。はい、この制度は尾道市独自の支援策として、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少しながらも国の持続化給付金の対象となっていない尾道市内の事業者の事業継続を支援することを目的としています。対象は尾道市内に事業所を有し事業収入を得ている事業者で、令和2年3月から5月の売上の合計が前年と比べて 20% 以上 50% 未満減少している中小企業の方を対象としています。ただし3月から5月のいずれかの月の売上が前年と比べ 50% 以上減少している場合は国の持続化給付金の対象となりますので、尾道市の事業継続特別支援金の対象外となります。支給金額は法人20万円、個人事業主10万円です。受付期間は11月30日月曜日までです。また尾道市役所本庁舎2階に申請サポートセンターを開設します。事前に電話でご予約の上会場へお越しください。申請サポートセンターの電話番号は 0848-37-9601 または37-9602 です。次に新しい生活様式に適応するためビジネス環境を変更した事業者を支援する経営環境改善支援補助金について教えてください。はい、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている尾道市内の個人事業主を含む中小企業の方へ、感染防止対策、宣伝広告、販売促進のデジタル化、インバウンド対応などの新しい生活様式に適応した取り組みに対して用途に応じて最大30万円の補助金として交付します。例えば3密を避けるための客席や窓口の改修工事等に上限30万円、新たにインターネット販売を行うためのシステム構築に上限20万円、感染防止対策のための飛沫防止板や空気清浄機の購入、新たな取り組みを宣伝するためのホームページの作成等に上限10万円として補助金を交付します。ご利用は1事業者1回限りで複数の限度額のご利用はできません。また消費税は補助対象外となります。対象の取り組みの期間は令和2年4月1日以降に実施して11月30日までに完了するものです。受付期間は令和2年9月30日水曜日までです。最後3つ目ですが、事業者向け補助金等申請サポート補助金について教えてください。はい、新型コロナウイルス感染症の影響を受け雇用調整助成金や国や県、尾道市からの事業者向け補助金を活用するために申請書類の作成等を社会保険労務士または行政書士に委託した際の委託費用に対して補助金を交付します。対象は雇用調整助成金や事業者向け補助金等の支給決定を受けている尾道市内の個人事業主を含む中小企業者です。社会保険労務士への雇用調整助成金の申請委託費用に対して補助率10分の10で上限10万円の補助金を、
行政書士への事業者向け補助金等の申請委託費用に対しては補助率2分の1で上限2万5000円の補助金を交付します。いずれも1事業者につき1回限りのご利用となり、消費税は補助対象外となります。受付期間は令和3年2月28日日曜日までです。こちらの支援策の申請についてはどうすればいいでしょうか。はい、感染拡大防止のためいずれの申請も尾道市商工課宛に原則として郵送での申請をお願いします。申請書は尾道市のホームページからダウンロードしていただくか、尾道市役所の本庁舎および各支所、また市内の商工団体の窓口にも準備しております。詳しい事業内容につきましては尾道市のホームページに掲載しています。お問い合わせは尾道市商工課電話番号0848-38-9182または38-9183までお願いします。また今回紹介した支援策のほか、国や各種機関による給付金、助成金、貸付金などの各種支援制度についても尾道市ホームページや広報尾道6月号、7月号で紹介しています。では最後に安松さんから一言お願いします。はい、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様が今回の支援策をいち早く使えるよう取り組んでまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。市民の皆様、事業者の皆様とともにこの難局をチーム尾道で乗り越えていきましょう。今回は新型コロナウイルスにより影響を受けた市内事業者に対する支援策について、尾道市商工課の安松誠さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組に対するご意見ご要望をお寄せください。宛先は尾道市役所広報広聴係、電話0848-38-9377、またファックスは0848-38-9294までお願いします。この番組は尾道市の提供でお送りしました。